さっきサーチェンの研究は誤りじゃなかったって言ったよな。それってお前はあいつの研究を認めたってことでいいのか？そうね。この比喩を使いましょう。私の目に映る真理はまるで木の獅子のようだわ。一部の人は木の獅子の背にあるキノコだけを見て、木の獅子はキノコだと言うわ。一部の人は木の獅子の体を見て、木の獅子はイノシシだと言う。また別の人は本質を見透かしたと思い込み、木の獅子は獣肉だと言い放つの。これらの結論にはどれも正しい一面があるけれど、どれも木の獅子の本質を客観的に描写したものではないわ。わかったような、わからないような。世界も同じよ。私を含めその全容を理解できる人はいない。私たちは皆真理を追い求める道の途中にいるの。限りある知識の境界線の内側に、ある人は世界の美しさを盲信し、ある人は世界の醜さを知っている風に語る。実際のところ、重要なのは世界の今の姿じゃなくて、人々がそれをどのようにしたいかなの。もちろん、私は一人一人に何かをするよう強いたりはしないわ。結局のところ、あらゆる知恵を導き、力を発揮させることは、知恵の神である私の責任だから。ごちゃごちゃとご考説を垂れてくれたけど、結局この資料はどうするつもりだい？この資料を継承したカーベは、その拡散を望んでいない。だから、この主なき資料は封印するわ。